一つのやり方じゃなくていろんなやり方するんですけど、まあ、ペンキやら何やら使ったり、映像とか舞台美術とか企画そのものとかを、まあ、全部目に見えることということでいろんな表現をしております。それでここ大畑町っていうのは漁業が盛んで結構それで成り立ってる町なので、で会場は八軒温泉という山の中だから、それをまあ結びつける感じの企画をなんか考えたいなと思って、山に海が展は八軒温泉400年記念、まあ、400、それで400匹の魚を描いてそれを一気に展示する企画をやろうかなと思ったので、ある程度その魚の絵を描いてって言っちゃうといろんなサイズといろんな形だったり個人差が出すぎるので、ベニヤを自分でくり抜いて魚の形だけは俺がデザインして、それはいろんな人に渡したり、小学校でワークショップしたり、まあ、知り合いのアーティストさんに頼んだりして、でいろんなタイプの魚たちが森の中をこう海化するみたいな。この小学校のワークショップだったんですけど、魚っていうフォーマットがあるからか自由度が高かったみたいな感じで、本当に独特なこういう作品が生まれたりして、一応基本は片面でお願いしてたんですけど、中には両面描いてくれる人がいて、そういうのは裏面見えても面白いな。これ吊るすスタイル何匹かだけあったんですけど、なんかいいですね、風でゆらゆらして。で最初ワークショップのつもりでやろうかなと思ったけど、まあこれも普通に展示だなと思って、山に海が天っていう形にして、本当に子どもたちだけじゃなくていろんな人、いろんな世代、いろんな表現をしている人が関わってくれた、なんかすごくいい企画になったなと思います。足湯入りながらライブとかいろんな演目が見れるってすげえいいだろうなと思って、で今回はステージそのものの設計と足湯7メーターぐらいの3つ、実際地元の火場職人とかが加工して作ってくれたものだったり、設置にしてもここはフラットじゃないのですごい段差が出るんですけど、ちょっと掘ったぐらいにして下げたりしてこうすごくバランスを取ってくれてて、足湯までで1セットみたいな、ステージそのものに足湯も組み込まれているみたいな組み方をしてて、やっぱり嬉しいことにずっとみんな足湯は満員みたいな感じでステージ見てくれてたからすげえ良かったなと思って。古畑旅館っていうここの古い旅館が場所を提供してくれて、映像を見ながら入れる温泉みたいなものなんですけど、でそこにまあ外側から映像を出したりして、体も心も結構リラックスみたいな感じですごく面白いかなと思って、まあそれは恒例で毎年やってます。映像はのぼりシステムって言われている祭り感を出すためと自然の雰囲気、のぼりはまあ風を受けていろんな角度を向いたり逆らわないですよね、かつ祭りの感じっていうことで、ステージの後ろに十何本20本近く立ててて、映像自体もそのスクリーンで見せるっていうより照明的に使うんで周りの照明も落としたりとかして、なんかトータルのバランスを作りながらの映像表現みたいな、そういうのがいいかなと思って、そういうやり方でした今回。今回は渋沢知らずさんの時に、まあ、ライブペイントをしたんですけど、トータルの絵面っていうのをすごく考えてて、会場のステージの両サイドにこう10メーターのタワーが立ってるんですけど、どうにかその高さを生かしたペイントをしたくて、ロール状のやつをこう滑車をつけてこう描いた分ずつ上げていくっていうやり方をしたんですけど、渋沢さんのそのなんだろう、どんどんこう高揚していく感じと含めてすごいいいペイントができたかなと思います。
本当にね、4年間分のイメージだから、今回っていうよりもなんか4年目で、まあ、今回ラストだけど、なんかね、いろんな感覚が渦巻きつつ、でも、祭りそのものはまあもちろん過去最高にも人来たし、全員の盛り上がり方が始まる前からすごかったなっていう。で、それにちゃんと応えることをやれたと思うんで、内容的にはもう本当素晴らしかったなと思って。